若い時とかはもっと本当にそれが気になって嫌で嫌でっていうのはあったんですけど、年も重ねていろんな経験をして知ってもらうきっかけになったりとか、それだけでいいかなっていうふうにも思ったりもするので、自分の中では初めての移籍というかチームが変わるっていう経験で、こう自分でもこう感じたことのない気持ちになったりとか、今までサッカー人生長いですけど本当にすごく大きな大事な1年だったなっていうのは感じますし、すごく充実していたなと思います。いつも一緒にいるし仲がいいです、はい、そうですね、やっぱりアユは本当人気もあるんで、やっぱ集客数に直結してるだろうし、アユのおかげで来ているお客さんも多分多いんで、それは自分たちの応援の原動力にもなってますし、アユ自身も本当に集客だったりそのWeリーグに対して盛り上げようっていうのももちろんあるんですけど、まあ、自分も2人でよくその大宮自体をやっぱ大きくしたいねって、ミアルディジャペントス、Bリーグ自体もそうですけど、まあ、まずは地域に恩返ししたいなっていうのが一番あるんで、まあ、ぜひ来年働きかけを多分2人ですると思うんで、そこは見ていただけたらなと思います。チームにもかかわらず本当に他のチームに比べてもサポーターの人数ってすごく多いですし、特にこのホームゲームの雰囲気はサポーターの皆さんが作り上げてくれるので、本当にやっぱナックでのホームゲームっていうのがすごく私たちはやりやすいというか、すごくいい雰囲気だなっていうのを感じています。毎試合こうやっぱボールを持つとなんか何かしてくれるんじゃないかっていう期待感がすごいあるので応援してます、はい、あゆちゃんって呼んでもいつもニコニコしてくださって、すごい親近感みたいなのは湧きやすいなっていうふうに思いますけど、まあ、ピッチの中にいるときはやっぱり選手としてまあ応援したいなっていうふうに思います。今コロナ禍だったりしてなかなかこう直接交流できる場が少ない中で、やっぱりああいう風にスタジアムに足を運んでくれて、短い時間でもこう声をかけてくれたりとか、例えばフラッグを作って応援してくれたりとか、やっぱりそういう気持ちが本当に私は嬉しいので、心の距離みたいなものは近くありたいなっていうのはファンやサポーターの皆さんとの関わりの中でこう思っていることです。すぐ向かいの建物にあります。この席来た方がなんかすごいもっと楽しめただろうなと。可愛いとかよく言っていただくんですけど、なんかそんなことないよっていう思ってます。やっぱりそこだけがフューチャーされてしまうと、まあ自分が見てほしいところ違うのになっていうのは感じますけど、まあ、やっぱりそこの部分も自分の中で足りてないところなのかなとか思ったり、まあ悔しい思いもしたことはありましたけど、若い時とかはもっと本当にそれが気になって嫌で嫌でっていうのはあったんですけど、年取りました。年も重ねていろんな経験をして、まあ、どういうことがきっかけであれ、まあ、誰かの目に触れて知ってもらうきっかけになったりとか、それだけでいいかなっていうふうにも
思ったりもするので、なんかそこを見せるのが怖い、時間はないですけど、それを見ていろいろこう思う人はいるかなっていう気持ちはちょっとあります、はい、自分の人生なんで自分で決めたいし、もちろん周りの意見って大事ですけど、周りの意見に左右されすぎてもなっていうのもあるので、こういう人もいるよっていう方が大きかったり、まあ、あとはもう本当に自分のプレーとかをもうキッチで見てもらって、こうちょっとでもなんか生きる活力というかパワーみたいなものを与えられたらいいなと思うし、私もこう常にファインサポーターの方からパワーをいただいてるので、同じことができたらいいなっていう気持ちは、やっぱ子供たちの憧れになりたいっていう気持ちはあるし、女子アスリートって言ってもこう少しずつ形も変わってきたりだとか、まあ、私はその自分の好きなこと、まあ、サッカーも好きなことの一つだし、それ以外にもおしゃれするのが好きだったりとか、メイクするのが好きだったりとか、やっぱそういうところも自分の生活の中では大事で、すごく好きな時間なので、やっぱこう自分の好きなことを全部やりながらこう充実した生活が送れるよっていうことを、こうたくさんの、まあ、今サッカーやってる子だったりとかに伝わったらいいな、憧れてもらえたらいいなみたいなのは、まあこう漠然とありますけど、自分でこんなこと言えるほどちゃんともしてないので何とも言えないんですけど楽しく明るくいたいです、前向きにもうそれしかないです働くとイコールになるかはわからないんですけど、サッカー選手としている上で結果っていうのが一番大切になってくるので、勝つ勝利っていうところが自分たちの中では一番大事な、何よりも大事なことかなって思ってるので、勝利にこだわってたくさん勝って笑いたいなっていうのが自分の中であるかなって思ってます。